シャドーバース。それは、人々からシャドバと呼ばれ親しまれている、対戦型のデジタルカードゲーム。子供から大人まで、アマチュアからプロまで、世界中の誰もがシャドバを楽しみ、熱くなる。だが、シャドバはただのゲームではない。災いの木、ネクサス、伝説のカード。シャドバは時に世界を救い、時に運命を導いた。すべてはシャドバより始まり、シャドバへと至る。世界が回り、運命の歯車がきしむとき、シャドバをめぐる新たなる物語が始まる。行くぞ、ジェントルマン。かかってきたまえ、天竜ライト。竜の力は荒ぶる層が。レーバテインドラゴン、アタックモード。アタックモードでリーダーを攻撃。よし、これで爪が甘い。何？パズルクエスト終了。やれやれ、真の力を引き出したレーバテインドラゴンを使いこなすため、せっかくこの僕がパズルクエストを作り上げてやったというのに、まさかこんな初歩的なリーサルドガシをするとはね。部員が揃ってセブンスフレームの配分を免れたからといって気が緩んでるんじゃないのかい。これではシャドバブ対抗戦も先が思いやられるというものだよ。とはいえ帰還することはない。この僕が直々に作ったパズルクエストが君にいきなり解けるわけがないのだからね。声が嬉しそうだけど。嬉しくない。ま、苦労してたみたいだしね、それ作るのに。今日も私が部室に来た時、とってもそわそわしてました。そんなに楽しみだったんだ、みんなに見せるの。え、違う。実際このパズルクエストはよく練られてるよ。レーバテインドラゴンを使うことを想定したいろんな盤面があるし、特訓用としてはこれ以上のものは他にないんじゃないかな。かなり凝ってるのは間違いなさそうだな。なるほど。俺にはこのパズルクエストというものがまだよく分かっていないが、ジェントルマンが一生懸命考えてくれたことは伝わった。ありがとう、ジェントルマン。えい、そんなことはどうでもいい。それよりも天竜ライト、なんだねこの手たらくは。練習だからよかったものの、これが本番だったら君は敗北していたんだぞ。見る限り君はまだリーサルの重みというものを全くもって理解していないようだね。プロの世界ともなると賞金の額も凄まじい。かつては大会で優勝し1億5000万という大金を手にした猛者だっているぐらいだ。シャドバのリーサルは時としてそれだけの価値を持つ。つまり先ほどの君は1億5000万をみすみす逃したようなものなのさ。そんなにお金があったらバトルフェンサーのアクションフィギュアとか大人向け変身アイテムとかコンプリートボックスとかいろいろ買えちゃいますよ。特に最近は公式通販サイト限定商品の数も多くてお小遣いじゃ全然足りないのに。これはとんでもないことですよ、ライト先輩。そうだったのか。俺はなんてミスを。そうだ、それがリーさんの重みというものだ。しっかり味わって反省したまえ。なんなんすかねこの茶番。ただの照れ隠しでしょ。そんなんじゃない。プロの
の世界か。気にしすぎんのもあれだし、もうちょい気楽に行こうぜ。気楽に。そうだね。あまり気を張り詰めすぎても良くないし、ちょっと休憩しようか。僕、飲み物でも買ってくるよ。ほうほう、それは良い心がけだね、三田川いつき。ちなみに僕のおすすめはシャドバカレッジから徒歩10分のコンビニにあるエナジードリンクだ。いつき部長にそんなことさせられません。買い出しなら1年生の私に任せてください。何とは言わねえけど差が出てるね。うるさいよ。まあ別に構わないさ。僕はデジタルアバターだからね。飲食物の類を買ってこられたところで意味はない。私がジェントルマンさんのお家まで届けに行きます。足の速さには自信がありますから。来なくていい。なぜだ。だから家に来られるのは。ふむ、なるほど、そういうことか。そういうことだ。天竜ライト、君にしては察しがいいじゃないか。さあ、分かったならすぐに風祭りレンを止めて。レンの足はとても速い。きっとすぐに届けてくれるはずだ。そうじゃない。ぬるくなっちゃう前にお届けします。届けるな。ならばパンもつけよう。つけるな。ジェントルマンさん、お米派だったんですか。私もです。そうだったのか。すまないジェントルマン、安易にパンを勧めてしまった俺が悪かった。そんな助けを求める子犬みたいな目で見られてもな。ウサギでしょ。とにかく休憩しよっか。いや、もうそんなのんきなことは言ってられないね。こんなゆるゆるな空気ではシャドバも対抗戦で隙をつかれてしまうぞ。何しろ相手は我々が通うこのシャドバカレッジの強敵たちだ。無論この僕には一部の隙もないがね。むしろあんたが一番油断しそうだけど。つうか、我々が通うも何もお前は通ってないだろう。本体は今も家にいるんだし。うるさい。シャドバカレッジに席は置いてるからいいだろう。油断だってしないし、してもいない。デジタルアバターで同行できない決まりはない。これはリモート同行だし。そもそもこのジェントルマンは僕が作って僕が操作してるんだから同行してるのと一緒だろ。自分の足で通うなんて時代遅れだ。だから僕は、どうしたんだジェントルマン。動かなくなっちゃいましたね。大丈夫でしょうか。少しばかり考え事をしていただけさ。お、復活した。とにもかくにもまだまだ特訓が必要だ。天竜ライトにはまだまだ経験が不足していることは否めないからね。望むところだジェントルマン。次のパズルクエストを頼む。いや、次に行く前にまずはさっき失敗したやつをちゃんと解けるようにしとけって。忘れていた。おいおい、大丈夫か。シャドバに必要なのは冷静な思考だよ。勢いだけで解けるほど僕の作ったパズルクエストは甘くはないぞ。焦って解こうとしなくてもいいよ。まずはゆっくり考えてからでもいいんじゃないかな。そうだな。廊下で頭を冷やしながら考えてくる。ありがとう、いつき。うん、気をつけてね。冷静に
ち着いて。あ、そうか。あの時あそこをああすれば。もう解けたドラか？ずいぶん悩んでたドラね。ドラグニル、すまない、パズルクエストに手間取ってしまってな。ドラには難しいことはよくわかんないドラね。けど最近ライトが楽しそうなのはわかるドラ。特にセブンスフレイムの部員が揃ってからはとても楽しそうドラよ。そうだな、セブンスフレイムのみんなといる時間はとても楽しい。苦労して部員を集めた甲斐があったドラね。最初はどうなることかと思ったドラ。確かに。ライト、どうして窓の外を見てるドラ？あの場所でセブンスフレイムの部員を募集しているビラを拾ったことを思い出していた。あれを拾ったことがきっかけで俺はイツキと出会うことができたからな。その頃のセブンスフレイムは部員が足りなくて廃部寸前だったらしいドラ。ああ、イツキはセブンスフレイムを立て直そうとしていて、俺はそれに協力すると約束した。友達第1号のスバルも一緒に入部してくれたんだ。それからシックスマジックのジェントルマン、フィフスソードのレン、サードフェザーの翼、最初はバラバラだったみんなともシャドバを通してつながって、俺たちはセブンスフレイムになった。最初の頃と比べればみんなともすっかり仲良しになったドラ。そうだな、みんなと一緒にシャドバを続けていくためにもシャドバ部対抗戦に備えてもっと特訓しなければ。その意気ドラ。よし、ジェントルマン、さっきのパズルクエストは解けたぞ。特訓の続きを。レン、すみません、失礼します。レン、どうしたんだ？あの足の速さは今から走っても追いつけそうにないドラ。部室にいるみんなに話を聞いてみるドラよ。あ、そうだな。すまないみんな、今レンが飛び出していったのだが、なんか微妙な空気ドラ。スバル、何があったんだ？なんつうか。お？セブンスフレイム廃部みたいな。セブンスフレイムが廃部？どうしてそんな話になってるドラ？あ、まさかまた白金帝が。違うから。ん？大丈夫だよ。空気を和ませようとしてくれたスバル君のちょっとした冗談だから。冗談でよかったドラ。まあ廃部は冗談だけど、それぐらい大変なことになったのは間違いないんだけどね。教えてくれ、一体何があったのか。あのレンの様子、ただごとではなさそうだった。実はライト君が部室を出た後。どうしたの？いや、このパズルクエストを作成する際に改めて感じたことだが、天竜ライトのデッキはドラゴンクラスとしては珍しいタイプだと思ってね。武装ドラゴンデッキ、なかなかに興味深い。そういえばライト君はシャドバを始める前からデッキやカードのデータが入ったメモリだけは持ってたよね。
そのメモリをインストールしたらドラグニル君が出てきて。あったなあ、そんなこと。よくよく考えてみればライトのやつ、普通のドラゴンクラスのデッキどころか他のクラスすら使ったことないんじゃねえか。ただの一度も他のクラスを使用したことがないとは僕にはとても考えられないことだよ。データ収集のため他のクラスに触れるのは当然のことだからね。私もシャドバを始めるとき、かっこいいカードを探していろいろやってみました。そこでヒーローを見つけてロイヤルクラスに決めたんです。先輩たちはどうして今のクラスを選んだんですか？僕は自分が可愛いと思えるカードを探していたらエルフクラスに落ち着いた感じかな。イツキらしくていいじゃん。ありがとう。スバル君はどうしてネクロマンサークラスにしたの？俺はまあなんとなくだな。みんなに話せるような面白い理由なんかねえさ。翼先輩はどうしてビショップクラスなんですか？綺麗だったからかな。確かにビショップクラスは綺麗なフォロワーが多いですよね。宝石とか光とか聖なる力とかな。いや違くて、カードも綺麗で上がるけど、それを使う先輩の、やっぱなし、なんでもない。そこでやめられるとますます気になってきちゃいます。まあまあ後輩ちゃんよ、そういうのは無理につつかずそっとしときなさいって。それにあと一人残ってるだろ。あ、そうでした。なぜこっちを見る？というかこれは僕も話す流れか？聞きたいです。僕も気になるかな。そこまで言うなら特別に話してあげようじゃないか。なーに、理由は至ってシンプルかつ必然。オープニングからエンドゲームまで一切の無駄がない的確な駒運びを可能にする僕の圧倒的なタクティクス、それにふさわしいクラスがウィッチクラスなのさ。やれやれ、本当は話すつもりなどなかったのだがね、君たちの話題に乗ってやったことに感謝したまえよ。本当は話したくてうずうずしてたくせに。そんなことない。耳が動いてたからバレバレだし。嘘だけど。高梨翼、君というやつは当たり前だけど、みんなそれぞれの理由があるんだね。逆にライトの珍しさが際立ったっていうか、言っちまえば成り行きみたいなもんだよな。ライト君はメモリに入っていたデッキがドラゴンクラスだったから、そのままずっと使い続けてる感じだよね。天竜ライトも実にもったいないことをしているものだ。ウィッチクラスを握らないままシャドバをしているとは。多彩なスペルで相手を翻弄し、スペルブーストや土の秘術で圧倒する。己のストラテジーが問われるウィッチクラスこそシャドバにおいて最も魅力的なクラスだと言っても過言ではないというのに。いや過言だろ。大げさに話を持ってるとろくなことにならねえぞ。うるさい、余計なお世話だ。君には到底理解できないだろうね、ウィッチクラスの持つ重厚な書物がごとき奥深さが。これに比べれば他のクラスなんてどれも薄っぺらいことこの上ないさ。ロイヤルクラスはとっても楽しいですよ。たくさんのフォロワーを盤面に並べて仲間と力を合わせて真っ向勝負、まさにヒーローみたいなクラスですから。何よりかっこいいカードが多いんです。実に浅い考えだね。かっこいいカードならウィッチクラスにも揃ってる。フレイムデストロイヤー、炎の悪劇、そして
僕の切り札ミスティックキングがね。私のバリアントフェンサーだってすごいですよ。パンチ力71トン、キック力74トン、ジャンプ力78メートル、走力は100メートルを 0.7 秒。体を覆うバリアントアーマーは砲弾の直撃を受けても傷一つつきませんし、バリアント合金製の槍は何でも一撃で貫いちゃいます。無敵です。そんな設定ないだろう。私の中にあります。ただの妄想じゃないか。そうしているうちに二人ともどんどん話し合いに熱が入っちゃって、ロイヤルクラスなんて盤面でしか戦えない時代遅れのクラスだろ。空中戦をされたら手も足も出ないくせに。マッハナイトなら大丈夫です。マッハ7の速度で飛んでどんな攻撃だって振り切っちゃいますから。空中戦はそういう意味じゃない。そんなことも分かってないのか。そんな調子じゃどうせデッキを組むときだってカード同士のシナジーもろくに考慮してないんだろ。考えなしに組んで考えなしに突っ込むだけ。相手の出方や盤面なんて考えず雑にフォロワーを並べて殴るだけの知性のかけらもないプレイングが君にはお似合いさ。けどね、そんなタクティクスとも呼べないような戦い方が通じるとは思わないことだ。セブンスフレイムの足を引っ張る者がいたとすれば君だと自覚しろ。ちょっとジェントルマン君、少し落ち着けって。うるさいうるさい。そもそも君はセンスがお子様なんだよ。くだらない趣味を僕に押し付けるな。なんだよその顔。僕は事実を言ってるだけだからな。すみません。失礼します。風祭りさん。で、飛び出していったドラか。ま、そういうこったな。なるほど。なんだその目は。言っておくが、僕は悪くないぞ。大丈夫だ、ジェントルマン。俺は分かっている。君のことはシャドバを通じて理解しているからな。君は口が悪く、自信過剰で、すぐ調子に乗ってしまうから、ちょっと嫌な奴に見えてしまうだけだ。今回はさすがに言い過ぎだとは思うが、大丈夫だ。レンの方も君が嫌な奴に見えてしまうことは分かっている。謝れば許してくれるはずだ。む？どうしたんだジェントルマン。ライト、その辺にしてあげるドラ。さすがにこれ以上はオーバーキルだろう。何の話だ。とどめを刺した自覚がないドラね。ま、それはそれとしてだ。ここからどうすっかね、部長さんよ。まずは風祭りさんを探しに行こう。このまま放ってはおけないし。ダメ、スマホの方は繋がんない。一応メスは送っとくけど、この調子じゃ気づかないかも。風祭りさんの荷物はここにあるから家に帰るわけじゃないだろうし、きっとまだシャドバカレッジの中にいるはず。よし、すぐに追いかけよう、ジェントルマン。嫌だね。なぜ僕がそんなことしなくちゃいけないんだ。おいおい、むしろお前が一番追いかけなきゃだろう。嫌だと言ったら嫌だ。僕は絶対にここから動かないぞ。レンが部室に戻ってくるかもだし、留守番は必要なんじゃない？こっちは私とジェントルマンで残るから、レンのことはあんたらに任せるわ。翼も残るドラか？私は私でやんなきゃいけないこともあるし。わかりました。体
風祭りさんが部室に戻ってきた時は連絡をお願いします。み部室は頼んだぞ翼、ジェントルマン。僕は向こうを探してみるよ。ならこっちは俺とライトとドラグニルで行きますか。こいつを一人にしとくとまた前みたいにややこしいことになりそうだし。ややこしいこと？みんなに連絡もなしにハゼウラ・ハルマとバトルしたドラよ。そっちは三人に任せるよ。風祭りさんを見つけたら連絡をお願い。わかった。イツキ、そっちは任せたぞ。うん、それじゃあまた後で。さてと、俺らもぼちぼち探しますか。こっちの教室も、こっちの廊下も、収穫なしと。こっちにはいないかもしれないドラね。そうかもな。んで、天竜ライト君よ、さっきからずっと黙り込んでるけどどうした？レンとジェントルマンのことを考えていた。ああ、そのことね。まあ大丈夫だろ、これぐらいの喧嘩どうってことないって。じゃれ合いみたいなもんだから深刻に考えなくても。深刻？え？考えてたって喧嘩のことじゃねえのか？いや違う、二人は自分が使っているクラス、ロイヤルクラスとウィッチクラスのことがとても好きなのだと思ってな。やけに真剣な顔して黙ってたから何を考えてるのかと思ったら、まあライトらしいっちゃらしいか。スバルも好きなのか？え、何が？スバルのデッキはネクロマンサークラスだ。だからスバルもネクロマンサークラスのことが好きなのか？ドラも気になるドラ。好きっつうか、そりゃ嫌いってわけじゃねえけど。ふむ、それはなぜだ？以前ネクロマンサークラスを使っているのは黒羽アリスに憧れているからだと言っていたが。それは冗談っていうか。なあ、その期待感のこもったキラキラした目やめろって。教えてくれ、俺はシャドバのこともスバルのことももっと知りたい。ほんとお前には負けるわ。ん？ドラ？なんでもねえよ。そうだな、ラストワード能力とか墓場を肥やして発動させるネクロマンス能力とか、破壊された後で力を発揮する、そういう冗談めかした能力がいかにも俺っぽいだろ。なるほど、難しそうな能力ドラね。その難しい能力を使いこなしているのは確かにスバルらしい。そんなこと言ってくれるのはもうお前ぐらいだよ。でもまあ、あの二人にも言えるけど、理屈じゃない気がするんだよな。理屈じゃないドラ？どういうことだ？クラスを選んでカードを決めて、デッキを組んでバトルをして、逆転を決めたカードがお気に入りの一枚になったり、デッキがめちゃくちゃうまく回って勝てた時があったり、そうやってたらさ、愛着が湧いてくるんだよ。デッキにしてもカードにしてもクラスにしても。お前だって自分のデッキに愛着の一つぐらいあるだろ。確かに、バトルで勝った時の嬉しさ、負けた時の悔しさ、デッキを組むことの難しさや奥深さ、シャドバの楽しさを俺は武装ドラゴンデッキに教えてもらった。だから俺は
このデッキにとても愛着がある。ありがとう、スバル。俺はまた一つシャドバのことが分かった気がする。さすがは俺の友達第一号だな。だからそのキラキラした目やめろって。おっと、イツキからか。お、レンを見つけたようだな。やっぱあっちにいたか。こっちは無駄足だったってわけだ。無駄じゃない、シャドバのこと、そしてスバルのことが少し分かったぞ。ま、そうだな。無駄足ってほどじゃなかったが。ところで、ここからどうするドラ？イツキと合流するドラか？いや、一年生のことは部長に任せようぜ。それに、レンをセブンスフレームに誘ったのはイツキだしな。俺たちがシャシャリ出るのは野暮ってもんだろ。ふむ。ならば俺たちは戻って、ジェントルマンの様子を。どうした？翼からだ。これは。みんなに連絡は送ったし、あとは。よし。風祭りさん。イツキ部長。ごめんなさい。ん？急に部室を飛び出したりして、ライト先輩を見習って廊下で頭を冷やそうとしただけで。うわあ！今度はどうしたの？そういえば私、廊下を。廊下を？廊下を走ってしまいました！しかも全力疾走で！前も先生に注意されたことあったのに、これじゃバトルフェンサーファン失格だ！よかった。イツキ部長？確かに廊下を走るのはいけないことだけど、思っていたよりも元気そうだったから。ご心配をおかけしました。ううん、大丈夫。風祭りさんが良ければ部室に戻らない？風祭りさん、私ちょっと調子に乗りすぎてましたよね。どういうこと？さっきもつい熱くなってしまって、調子に乗って考えなしに自分の趣味を押し付けちゃって、相手のことなんて何も考えてませんでした。それで樹部長や皆さんにも迷惑をかけてますし、セブンスフレームの足を引っ張ってるのはその通りだなって、うわ、ごめんなさい。また私自分の話ばかりで。改めてご心配をおかけしました。風祭り連、しっかり反省して今後は自分を抑えられるように努力します。先輩たちの足を引っ張らないようにもっともっと頑張りますから。誰も風祭りさんが足を引っ張ってるなんて思ってないよ。ジェントルマン君だって本気で言ったわけじゃないと思う。それに無理に抑える必要はないと思うよ。気をつける必要はあるかもしれないけれど、それ以上に僕は大切にしてほしいと思う。風祭りさんの中にある好きっていう気持ちを。でもこういうことを言うのは不謹慎かもしれないけど、二人の口論を見てた時、僕はちょっと嬉しかったんだ。
伊月部長はヒーロー同士の争いを目論む黒幕的な。黒幕？そうじゃなくて、少し前までのセブンスフレームは廃部寸前だったのは知ってるでしょ。ナイト君が入部してくれて、みんなを集めて廃部を逃れて、しかも部室があんなにも賑やかになるなんて夢みたいだなって。それに風祭りさんは自分の好きを全力でぶつけてたように見えたんだ。君にとってセブンスフレームは自分らしくいられる場所、自分らしくいていい場所、そう思ってくれてるんだなって。お、僕にはそれが何よりも嬉しかったんだ。僕たちのセブンスフレームがそういう場所になれたことが。それに風祭りさんがセブンスフレームに入るとき聞いてきたよね。皆さんと一緒にいたら私らしくいられるでしょうかって。伊月部長はもちろんって言ってくれましたよね。その言葉は嘘だったと思う？嘘じゃありませんでした。セブンスフレームは私が私らしくいられる最高のシャドバブです。よかった。伊月部長、私ジェントルマンさんに謝ります。謝りたいです。すぐに戻らないと。今度は廊下を走らないようにね。そうでした。走らないようにしながら全力で歩きます。何か言いたいことがあるんじゃないのか？別に。しらじらしい嘘をつくのはやめたまえ。君の態度を見れば一目瞭然だと思う。そんなに僕のことが気に入らないのなら、僕をセブンスフレームから追い出せばいい。どうせ本心ではそうしたいのだろう。それとも風祭り蓮のように僕を軽蔑するかい？構わないさ。レベルの低い君たちとお別れできて僕としても喜ばしい限りだよ。そういうのもうやめな。え？相手を傷つけたいわけじゃないんでしょ？あんたはそんな悪い子じゃない。だったら無理に言わなくていい。何を言ってるのかさっぱりわからないな。さては僕に同情しているのか？そんなものは不要だと言っておくよ。一人で突っ走った相手の気持ちを勝手に決めつけるところ、それシオンの悪い癖。今はジェントルマンだ。呼ぶな名前で。レンはシオンのこと軽蔑してないよ。きっと今頃あんたに押し付けすぎたって落ち込んでる。あの子はそういう子でしょ。けど僕は違う。風祭りレンのようにまっすぐでいいやつじゃない。どうせ意地悪で性格もねじ曲がった嫌なやつさ。こんな嫌なやつとは君だって関わりたくないだろ。シオンだってちゃんといい子だよ。嫌なやつじゃない。なんでそんなことが言えるんだ？バトルしたから。あのバカじゃないけどさ、私はレンともあんたともバトルした。だからわかる。そういえば私も考え事とかするときあるんだよね。向こうの空き教室とか一人になりたいときはよく使ってるし。ふん。さて、
あとはあのバカに任せるか。そも君はセンスがお子様なんだよ。くだらない趣味を僕に押し付けるな。なんであんなこと。いつもこうだ。僕はいつも。レンはシオンのこと軽蔑してないよ。きっと今頃あんたに押し付けすぎたって落ち込んでる。あの子はそういう子でしょ。嘘だ。ひどいこと言った。傷つけた。許すわけない。知ってたのに。あいつが好きなものもどれだけ好きかも。なのにあんなこと言って。いいやつなのに。セブンスフレームの足を引っ張ってるのは僕だ。そんなことはない。誰も君が足を引っ張っているとは思っていない。え、君たちがなぜここに。翼から連絡が来たドラよ。君がこの空き教室にいるとな。高梨翼め。それで君たちはわざわざ何をしに来たんだ。言いたいことがあるなら聞いてあげるよ。僕は心の狭い君たちとは違って寛容だからね。そうか、話を聞いてくれるのか。嫌味だよ。嫌味に決まってるだろ。ライトに通じるわけないドラ。ぐえどんな話があるのかは知らないけどね。君たちの言いたいことぐらいは分かってるさ。どうせ僕が悪いって言うんだろう。何もかも全部。何せ僕は君に言わせれば嫌なやつだからね。君たちからもさぞかし嫌われてるんだろうさ。だったらもう放っておいてくれ。こんな嫌なやつとは君たちだって関わりたくないだろう。君が嫌なやつでも俺は構わない。確かに君はちょっと嫌な奴に見えるが、それで嫌いになったことは一度もない。シャドバに真剣な君が好きだからこそ、俺はセブンスフレームに誘ったんだ。す、ああ、俺は君のことが好きだ。俺だけじゃない。スバルも、イツキも、翼も、レンも。嫌な奴に見えてしまっても、君のことが好きだ。ドラもジェントルマンのことは好きドラよ。なんで。なんでだよ。高梨翼も、君たちも。普通、嫌な奴はいない方がいいだろう。シャドバには色々なクラスがある。だったら、嫌な奴が一人ぐらいいてもいい。ドラみたいな喋ることができるデジフレがいるような場所ドラよ。気にすることないドラ。でもひどいこと言ったし、こんなにみんなを騒がせて。大丈夫だ。多彩なスペルで相手を翻弄するウィッチクラスらしい君の振る舞いにもみんな愛着を持っているはずだ。愛着？こっちの話ドラ。ジェントルマン、最後にこれだけ聞かせてくれ。君は俺たちのことが好きか。いいドラ。嫌いじゃない。困ったな。それでは好きなのかどうかわからない。俺たちはジェントルマンのことが好きだというのに。だから、
す。私は大好きです。え、私はジェントルマンさんのことを大好きです。なんでここに。翼先輩から教えてもらいました。天竜ライト、高梨翼と結託して僕をはめたな。いや、俺も急に蓮が入ってきて驚いている。すごい偶然ドラね。嘘だろ。ジェントルマンさん、今回は嫌な思いをさせちゃってごめんなさい。私、考えなしに自分の趣味を押し付けてばかりで。でも私、これからも自分の好きという気持ちを抑えません。それが私らしさですから。だからジェントルマンさんも自分らしくいてください。また喧嘩しちゃうかもですけど、それでいいんです。だってそれが私たちのセブンスフレームですから。うん、僕は勝手に突っ走って相手の気持ちを決めつけてしまう悪い癖があるらしい。事実君の気持ちだって考えなしに決めつけていた。こんな嫌な奴を君は軽蔑しなかった。大好きだと言ってくれた。これからも悪癖はそのままかもしれない。嫌な奴のままかもしれない。だけどせめて君らしさを受け止められるように努力はしてみる。うん。黙って教室から出てよかったのら。あとは二人きりにしておこう。俺たちがしゃしゃり出るのは野暮というものだ。そうだらね。ドラたちは先に部室に戻るドラ。今戻った。おかえりライト君、ドラグニル君。ただいまドラ。その様子を見るに何とかなったみたいだな。ああ、翼のおかげだ。ありがとう。別にあんたのためじゃないし。それで二人は。レンとジェントルマンならここにいるけどね。風祭り蓮、帰還しました。お帰りなさい、二人とも。ただいまです。ただいま。噂のご両人のご帰還だな。で、もうすっかり仲直りって感じか。はい、とっても仲良しです。ふん、まあ。そういう言い方もあるだろうね。さて、晴れて二人も戻ってきたことだし、ライトの特訓の続きでもやるか。そうだな。だが今度はパズルクエストではなく、みんなとバトルがしたい。そんな気分だ。賛成です。私も今皆さんとバトルがしたい気持ちでいっぱいですから。ジェントルマンさん、私のヒーローロイヤルデッキとバトルしましょう。ふん、望むところだ。これを機にウィッチクラスの力というものをその身に叩き込んであげよう。よし、ならばスバルは俺とバトルしよう。いいぜ。俺もなんか今はそんな気分になってたしな。このバトルが終わったら次はイツキ、その次は翼だ。デッキを準備しておいてくれ。別にいいけど、いっそのこと大会形式にしちゃう。イツキ部長、それすっごくいい考えです。燃えます。ならば大会モードの機能を使うといい。満田川イツキ、君もなかなかに粋な提案をするじゃないか。セブンスフレームの中で最強のシャドバプレイヤーが僕であるということを君たちに教えてあげるよ。優勝したやつは一日部長ってのはどうよ。ええー、
ちょっとスバル君、いいんじゃない、決まりだね。私が一日部長になったら部長権限でバトルフェンサー上映会です。わかった、いいよ。でも僕だって負けないからね。よし、さあ始めよう、俺たちのシャドバを。